日本愛知県刈谷市、今岡町、今岡町は愛知県刈谷市の町名。定番を持たない単独町名であり、16の小技が設置されている。郵便番号は448-0008。刈谷市は地域を北部地区、中部地区、南部地区の3地区に分けており、今岡町は北部地区の南部に位置している。西側を今川町、 北側を今川町や東京町、東側を人里山町、南側を一月町と接している。一月町との境界は藍島川であり、今川町との境界の一部は名鉄名古屋本線である。北西から南東に向かって走る国道1号が町内を2分しており、国道1号に並行する形で南西側に旧東海道が走っている。古くからの集落は、 旧東海道の沿道を中心に形成されており、明治時代末期から昭和時代初期にかけて建築された木造民家が多く残っている。南西部は藍妻川が形成した中石低地であり、標高約2メートルの地盤に水田が広がっている。中央部から北東部にかけては中石大地であり、標高5メートルから10メートルの地盤に、 住宅や野菜畑などがある。2013年1月1日時点で町内には57件の農家があるが、全世帯が 149R 以下の小規模農家である。町の北東部には1、里山町とまたがって、トヨタ車体本社、藤松工場があり、かつて高地だった土地の多くが工場用地や、従業員用駐車場用地に転用された。町の南東部には1、 里山町とまたがって、刈谷工業団地が立地している。町東部にある吹き戸池からの流れはやがて暗挙となり、国道1号を越えた後に顔を出して藍妻川に注いでいる。芋川うどん発祥地域、工房大師は、富士権現産系の木とに、現在の地流、刈谷市域を訪れており、1、里山町にある密造院は、三河三無法三番令状である。芋岡が転じて、 今岡になったとされ、長六三年に書かれた足利義政袖番号教書に三河国一目、今岡として今岡という表記が登場する。この時には、山和梅茶帽子の送電の所領だったが、戦国時代に山和氏の支配が崩れたとされる。狩屋城主、水野忠重が小川前道時段下の二十軒を東海道の南側に移住させ、 天正年間に初めて今岡が一村を成したとされる。天保3年の村名最長によると、五国の他には、夏は大豆、小豆の葉、冬は、名大根を生産。現在の吹と池に相当する吹の上池、中池、下池は、当時から存在し、農業用水として使用されていた。村高は、寛営甲府では146国。 玄禄号町では198国余り、天保号町と休校給料では共に294国余りであり、単別110町の大部分が田であった。江戸時代には東海道の外村として発展。今岡村は今川村、一月つ村などと共に、池越船宿の除合村の一つであり、道路の管理や人馬の教室などの負担を強いられた。村域には、 東海道沿いに何軒かの茶店があり、ほらとなり寺の北側には、芋川うどん発祥の地の石踏みが建てられている。騎士麺のルーツとされる芋川うどんは、芋川の名物であるが、芋川は、今岡村の一部だったとする説、芋川イコール、今岡村とする説、芋川イコール、今川村とする説など小説ある。実編者19の、東海道中膝栗毛やいは西の、 公職一大男には平内うどんが登場し、膝栗毛には今岡村の建場に至る。このところは芋川と雲弁類の名物、至って風味をしときのて、名物のしりしなりけり往来の客を持つなく芋川のそばという記述がある。ほら隣寺の墓の伝承堂隣寺にある中津藩氏の墓と滅体悔しいの墓天正17年に創立された新名社が、 町の内上であり、国道一号すぐ北側にある。旧、東海道沿いには、浄土新州のノリネガイ寺と総当州のホラとなり寺がある。ノリネガイ寺は、天正十五年の創建とされ、当初は地蔵寺といった。ホラとなり寺は、天正八年の創建とされ、旧、東海道沿いには、完成八年の年号が刻まれた、上野島が置かれている。 ほらと寺には、めったい悔しいの墓と、中津藩士の墓があり、墓にまつわる伝承が残されている。かつて、ほらと寺に、木立ての良い娘がおり、高津並村の洋寺で住職に恋をしたが、娘の恋は叶わずに粉死してしまった。泣きは、ほらと寺に葬られたが、この墓の上に青い火玉が浮かんだり、滅多い悔しいという声が聞こえたりしたという。 また、官報二年、中津半家人の群れ聖五郎と、渡辺智五郎が、今岡村を通りがかった際、遊女の話で口論となり、切り合った末に二人とも亡くなった。二人の亡骸は、ほらとなり寺に葬られたが、二匹の墓は、互いから離れるように傾き、何度直しても傾いてしまった。村人が、改めて手厚く葬ってからは傾かなくなったとされる。一般には、 上記のように語られるが、岡山大学附属図書館が所蔵している、日録にはやや異なる記述がある。これによると、渡辺智五郎が病気で、群れ聖五郎を打ち果たし、自身も命を絶ったという。同伴した北村や佐上門ら4人は、ほらとなり寺で、あと始末をし、智五郎の遺杯には、鬼神賢さん、智光新事例という解名が書かれている。 1872年には、個数83、人口356であり、1876年の、戸籍簿には全道寺の段下が24件記されている。町村正志向以前の刈谷市域には18村があり、今岡村は、現在の今、岡町と人里山町を足した区域であった。西側は、今川村、北側は、東京村、東側は、駒場村など、 南側は一月つ村と接していた。今川町とのつながりが深い現在とは異なり、学生は藍島川を渡って一つ木学校に通学していた。1878年、今岡村、今川村、伊豆田村が合併して大見村となり、1906年、大見村、一月つ村、堺村、東京村の4村が合併して、藤松村となった。 トヨタ車体藤松工場技術本館1955年、藤松村は、磯美村の大部分とともに、刈谷市に編入され、旧今岡村は、刈谷市、大見の一部となった。1954年以降、刈谷市は、工場の誘致を推し進めた。田畑が広がっていた、北東部の土地を、刈谷市発展同盟会が買収して、トヨタ車体に提供し、 1964年に藤松工場の創業が開始された。トヨタ車体藤松工場は蓄次拡大され、1968年には乗用車工場が完成し、1974年には南東部に本社が移転している。刈谷市公式サイトによれば、1964年には国道1号に刈谷市初の横断歩道橋である今岡歩道橋が佳境された。 ただし、管理を担当する国土交通省中部地方整備局によれば、今岡歩道橋の佳境年は1971年だと言う。1964年10月2日にはこの国道1号を1964年東京オリンピックの聖火リレーが通過した。町の南部、藍島川に隣接する定地は、 古くから洪水が頻発していたが、1967年には、この土地に0.37平方キロメートルの仮屋工業団地が完成。国道1号に近接する高立地を売りにし、主に名古屋市内にあった工場が進出した。1970年には、仮屋市大見が4町に分かれ、旧今岡村域は、西部が今岡町、東部が1、里山町として独立。 トヨタ車体藤松工場と刈谷工業団地は、両町にほぼ等しく分割されている。1972年に、今岡地区補助整備事業が完了。1988年に1、里山町の一部を編入し、今川町との境界を変更した。2000年の東海豪雨では、藍島川が氾濫し、伊豆田町、今川町、 今岡町の山町に連続している水田の大部分が冠水する被害を出した。2019年6月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。刈谷市北部地区の田町と比較すると面積は9町中最小、人口は9町中8番目、世帯数は9町中7番目である。2010年の国勢調査における人口は1861人であり、 2005年調査に比べて、北部地区中最高の19.3%の増加を示した。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町の南西端には、堤城を名鉄名古屋本線が走っているが、町内に鉄道駅はない。最寄り駅は隣接する今川町にある名鉄名古屋本線藤松駅である。 刈谷市公共施設連絡バスの西境線が旧東海道などを通っており、町内には今岡市民館、今岡町日向停留所がある。町内に小中学校は存在しない。今川町にある刈谷市立藤松南小学校と刈谷市立富士松中学校が今岡町を学区としており、富士松中学校は今岡町との境界に接している。 1978年に開設された今岡公園の面積は0.53ヘクタールである。1、2万5センチ形図、私流国土地理院による。返上院、西福寺、密造院が三河産具法である。市の有識者と市議会議員全員で構成された組織。刈谷市の総面積の4%にあたる2.11。 平方キロメートルを工場用地として取得し、四季島パン、刈谷工場、ブラザー工業刈谷工場、日本電装池田工場、愛知工業など数多くの工場を呼び込んだ。ありがとうございます。